波辰巳がドラゴンポールに乗って入場してまいります。頑張れ藤波！シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナードラゴン240パウンド藤波！藤波！ドラゴン赤コーナー頑張れ285パウンド頑張れボンバー頑張れレフリー、タイガーハットリ澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか？まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠じゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。腕を取ります。腕を殺してまいります。あっと逆に捉えた。足攻めに転じます。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？まだ流れはどっちのものとも言えないですね。ああそうですか。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ドラゴンスイーパーの体勢です。顔面を蹴り上げます。掴んだ、打ってまいります。プロとして戦っているとね、どこかしら必ず悪いところが出るんですよ。首、腰、膝、上げ出したらキリがないですけど、でも泣き言は言ってられないですからね。ああそうですよね。乾いた音が館内に響きます。ボディスラムです。返してまいります。あっキャッチした。こういうのは効果的ですよ。技の威力を半減させますからね。なるほど、土台から崩すというわけですね。ランニングしたのエルボー、行くのか。投げてまいります。この辺の技の展開いかがですか？そうですね、こういった技はボディーブローのように徐々に効いてきますからね。いい攻め方だと思いますよ。あなるほど、ボディースラムで叩きつけます。腕を回します。あっと逆に丸めていった。ロープブレイクです。ブレンバスターに取ります。高々と抱え上げてから前に叩きつけます。スリーパーに捉えます。ロープブレイク、腕をフックします。あっとリバースで返してまいります。起こしてまいります。打ち込んでまいります。組み合います。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロープに逃れました。フロントからのキック抱えます。あっと逆に切り返した。ロープにブレイクしました。組みに行きます。ロープに振った。
貼ってまいります。貼ります。ロックアップ、逆に投げてまいります。スタンディングを取らせます。バックに回ります。ハンマーを振りかざします。逆に返します。ストンピングを叩き込んでまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスターで切り返します。張ってまいります。組み合います。ドクジャがアバロを締め上げてまいります。行くのか、切り返します。ボールに入ります。返してまいります。張ります。ローを打ってまいります。組みに行きます。逆に倒します。スリーパーホールドに入ります。腰を落とします。エルボーでブロック。乾いた音が館内に響きます。脳天砕きブレンバスター。腕をフックします。ダブルアームスープレックス。荒っぽいファイトを展開してまいります。ラフ殺法に転じます。行くのか、ロープに飛ばした。強烈なキックです。組みに行きます。倒してまいります。ドラゴンスリーパーに入ります。ロープにブレイクしました。ロックアップ、巻き投げで切り返した。決まり具合いかがですか。これは綺麗に決まってますよ。組み合った。あと逆に投げていった。引き起こす。いや、危険な角度でしたよ。脳天粉砕か。チャンピングに10ミリッツパス。体を預ける。どっから来るんですかこの力は。そうですね、意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。ドリルホールパイルドライバー。起こした。バックを取って、あー危ないですよ。スイートフラッグか。抱き起こす。小脇に抱えた。へそで投げる。バックドロップ。立たせていく。いけるか。あっと切り返した。このポーズ。ガチッと組み合った。ロープに振った。あっと、そのまま後ろに投げていった。さあ、いった。サソリ固め。いけるか。あっと、逆に投げていった。カウントは入る。ロープブレイク。抱えた。ダブルアームで投げていった。そのまま体固め。組み合った。ロープに飛ばした。あっと